深く曲げろよ、手なんか開くなよ、落ち締めて伸ばすんだよ、こんなに曲げてるんだよ、ギュッと最後まで伸ばせよ。いくよ、よーい、外れ、1 2 3 4 5、しっかり回ってない、5 6 7 8 9 10、はい、すみません。さあ今度ね、さっきとやべえやつね、もう一回見てるよ。伸ばしててカクカクじゃないよ、曲げといてカクカクだからね、忘れないようにね。だからさっきの伸ばすやつ、伸ばすやつ、手をね、肩幅まっすぐ、ね、脇を締めるんだよ、つけてギュッと抜く。上げたらここで終わりじゃない、ここまで上げろ、肩甲骨がギュッと伸びるまで上げろ、下げたら肩甲骨が締まろ、ギュッとやろう。分かったら早いって開いて50、足の手回すすぐ休ますんだよ、次に備えるんだよ、すぐ。あーなんて言ってるからどうにもなんねんだよ、試合中もすぐやばい場所をほぐす、早い、うまく行っとくよ。鉄なんか上げてるから回んねんだよ、肘が、脇の下に肘がつけって言ってんのに見ろ、そのままこうやってるから曲がんねんだよ、肘が。体の使い方、肩の下に手を引いてまっすぐ下にあるから肘が曲がるの、ケツ引いといたら肘なんか横につかないんだよ、絶対体の構造からして重いしね、よく8、体の使い方がなっちゃいねえんだよ、だから力が入んねえ、引きつけられるとこうやってるから手も伸びない、こっから伸ばすわ、掴まれて切るときは真正面にグイって、こんな腕立てやってるからこうやってしか逃げられない、こうやってるとどうなるの、反則くんじゃねえの、この状態で振り切るんだよ、ね、それ以外は狭くなってきたと近づいたらここで弾くわ、最後の最後で切って入られちゃったらその力がなさすぎなんだよ、早い、手開いて、すぐ回す、すぐ使いを取る、そういうのも試合のうち、初めて言われたらできないんだよ、もうぶわってやって相手に見せつけるんだよ、まだやれるぞっていうの、気持ちでもおるんだ、相手を、入ろう、20、やべえよ、20、曲げとけ、やめろ。止めとけ、ギリギリ止めとけ、はい、突き上げろ、ほぐす、ほぐす、ね、手の長さの距離しかないんだよ、柔道は、ここ鍛えられなくてどうするんだって感じで、ね、土台、また言うけどこんなことでやってエキサイトにしてるのが逆立ちしてるとか言うんですけど、こうやってバトル上げてる、あれね、何引っ張るのかって、そら出るの、だからみんな腰を立てろって言うんだよ、先生たちは、腕立て伏せがやってんだから、どこでね、一番力が出る場所使うの、体の引っかかる場所、関節のしっかり突き出す肩を使って、それを考えて気にならなくなってるからダメだ、一直線、後ろの足、肩、グー、